うー、再開していくぜ。さて、何度目かの挑戦になりますが、前回からだいぶジェムを稼いできておりまして、ジェムもね、だいぶセーブブロッキングっていうのとか、見切りを今回入れて、あとアーツエキスパート、ここら辺もねコメントでいろいろ教えていただきましてつけておりますよ。あとジャミングつけたのと、あと盗むっていうのね、レベル5でメリッサにつけております。で、こいつからは見切れるんじゃよという話もあり、まあ、リザレクションでもいけるっぽかったけど、とりあえず見切れるかどうか一丁試してみようぜということで、一丁やってみようか。見切れなかったら積みだよな、これ。見切れなかったら積みだけども。とりあえず、どうしよっかな、これどうしよっかな。先制攻撃で少しでもダメージ与えるか。先制、あ、これさ、リンゴドライブ、ぶっ破したらこれどうなる？普通にこれ、いけたりし、見切るまでもなくいけたりしません？これ。実は。ブロッキングとかしてくる。リンゴドライブからの、レボリューションを連発するしかないんだけどもね。レボリューション、レボリューション、レボリューション、レボリューション。いや、結構ヒットポイント多いぞ、こいつ。意外と思いのほか強いな、こいつ。見切れ、ナイス見切り。はい、これ見切ったならばこっちのもんですよ。これ見切ったならばもうもはやこっちのもんですよ。あ、おお、はい、見切ってます、はい、見切ってます。あとはもうこれ通常攻撃連発するだけでいける系かい、これ。もしやして、もしやして、それ通常攻撃連発でいけるんちゃうか。レベル上げポイントきたな、これ。ライフ、これどんどん敵が強いからどんどんレベル上がる。これあれやべえか、オーバーソウルやべえか。オーバーソウルでも首折りなんかい、いったな。ということで、もうもはやあとは、あとはもはやそんなにやることもなしということで、討伐していきたいと思いますよ。よーし、やっと来たか。いや、長い戦いだった。ハンニャ独断先行、残念だったね。ここはキッチンじゃなくて食堂なんだ。新しい戦術を手に入れましたよ。独断先行、コンボを捨てて攻撃力を上げる、雑魚狩りやコンボが狙えない場面など活用できるシーンは多い。なるほどね。これちょっと入れとくか。回復しつつ、回復しなくてもいいか。もう一旦、あ、あとなんかオーパーツ手に入れてたな。オーパーツ。通常攻撃に気絶効果が付与。強そうだな。強そうだけど、ボスにはどうせ効かないんじゃろという。どうせそれボスには効かないんじゃろっていう。とりあえず倒してきたぞ。見えなかった。列車を舞台にしたノンストップアクション、ドキドキの展開に思わずポテチがポロリ。ドーラちゃんのアクション巨変感。ジュリエッタ、君やっぱり変だよね。香水をあげよう。サンテュール、なんでコックなのにあんな強いのさ、意味がわかんないんだけど。さあ、キッチンで負けたことはねえからじゃないかしら。全然コックに見えなかったんだけど、世の中はそんなもんよ。はーい、なんか手に入れましたよと。常に速度強化状態、こりゃ強え。あなたに装備させよう。メリッサがメイン火力だからな、今。今日はゆっくり休みなさい。またなんかあれかな、イベントがあるかな。ということで、ストーリー進めようか。これね、情熱に乾く砂漠ということで、
あら、あら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 、セクシーな人食いかしら。可愛い女の子を食べちゃう場の場合は別の意味で食べちゃうわね。詳しく聞きたい。なんなのよあんた、餌に拒否権なんてないわよ。それが弱肉強食の掟だもの。存分に可愛がってあげるから奥までいらっしゃい子猫ちゃんたち。戦闘するときは価値観に注意して、威圧でデコイを逃がせば。はーい。戦闘力が2万まで上がっとんな。これあれじゃない、別にさ、なんだ、ボス戦でなんとかすりゃいいんじゃねえかという気がしてますが、間違えた。どうなんでしょうかそれ。これ通常攻撃でも盗める、強いよねこれ。子守歌を見切った。どんどん見切れんな。やっぱアーツエキスパートつけとかないと見切りは微妙か。見知らぬ敵がいっぱい出てきますな。花粉、超音波、どんどん見切る。超音波は見切る必要ねえかな。3つまでしかセットできないはずだから。どんどこ盗めるのはええんだが、定期的にジェムのこれ見切りはあれだな。何を、子守歌はまあセットしておいてもいいか。首折り使ってくるキャラがそう他にいるとも思えないということで、とりあえずこの2つセットしとこうか。下、あー、とりあえず宝方面に行くか。宝方面、やったぞ。アクセ、なんじゃろか。麻痺に交代制、麻痺やってくんだろうなこの感じな。つけなくてもなんとかなるじゃろとかって、そういう調子に乗ったことをしておくと死ぬかな。死ぬ可能性あるかしら。このね、セーブブロッキングっていうのが結構優秀なんだよ。今3キャラにつけてるから、味方の行動を、味方に対する攻撃を相当な確率で。炎の弓、弓系か。今一人もいないんだよな。まあ基本このゲームさ、周回ゲームらしいから、次の周回では今回使わなかった武器を使っていきたいところではあるね。下行こうか。闘技場とかも本当は行っときたいんだけどさ、なかなかね厳しかったよなと思って、あの闘技場もね。メリッサだけの火力がマジで異常なんだよな。ブロッキングが強えんだ本当に。今までなぜ入れてなかったし、セーブブロッキングがマジで強い。どんどん下に行けるぞ。これ全力で今敵と戦ってるけど、これあれか、そろそろ威圧してった方がいいか。そろそろ威圧してった方がいいか。あれはブロッキングできないんです。通常攻撃扱いじゃないんですかあれ。だいぶ敵の戦闘力が落ちてんな。あーでもなんか見知らぬ敵が出てきたから戦って盗みたいところ、大したもんもらえへんかったな。大したもんもらえへんな。なかなかやっぱレアは盗めないんだろうな。こいつらがどんなものを持ってるのかっていうのだよね。レア、あーいろいろ、クレオパテラ 1.5% とかだもんな。まあこりゃ盗めへんわな、そうやすやすとは。大魔法、ちょっと大魔法気になったんで一回やってみていいですか。ラストイエスタデイ、どんなんなのこれ、どんなんなの。え、なになに、何が起きた、何が起きました、今のラストイエスタデイ。説明を求むんだがラストイエスタデイの、嘘でしょ。ラストイエスタデイさんの説明求むんだが、
コメントであった気がすんな、ラストイエスタデーの説明もな。時魔法だから何か特殊なことをやってるんだろうが、ようわかりませんな。そろそろ威圧していくか。ボス戦なんじゃねえか、そろそろこれ。威圧して、少なくとも4桁ぐらいには、ボスを4桁ぐらいにしていた方がいいんじゃないか。でもさ、ジャニスの戦闘力と、ここのマップのボスの戦闘力はそんなに変わるのかっていう気はするけどね。ボス来ちった。ボス来ちったけど、ここじゃなくて、9224が限界値かな。前回も9224だった気がするんだよな、これ。そう何回もやらなくても。お、勝てな。なんかあるぞ。わー、飲み込まれていく。これ飲み込まれたらなんかあるやつちゃうかな、きっと。うわー、完全に飲み込まれたけど。お、歩ける。ユーザーの迷宮。なんか変なとこに来てもうたぞ。あら、あなたは。自分の力を形にする方法をやっと見つけた。あら、どうだ。まだ6つの概念探しを続けてたんだね。これで2つ目、あと4つ。モノは友達の世界の管理人。だからってデコイにこだわる必要はないんじゃないかな。だって、友達になれない子がいるっていうのがなんだか悲しくて。世界の行き来ができないと友達にはなれないのかな。他のやり方で友達になる方法を探すってのはダメなのかい？確かに、おっしゃる通りで。デコイが世界を自由に移動できるのってそんなに迷惑なことなの？不思議な感覚が流れてくる。あ、これ。あ、届かねえやつ、これ。人食いコウモリ。人食いコウモリ、これ。強えのか、こいつら。強え、あ、結構強えぞ。いや、結構どこじゃなく強いぞ、これ。いや、結構どこじゃなく強いっす、これ。セーブブロッキングも全然発動しやしねえ、これ。超待て。必殺技でこれ。これ。破残。いや、普通に強くて困るんだが、気軽に来ちゃダメな場所だった可能性ある。あー、マジで強い。急降下を見切った。どうしよう、どないしよう。もうメリッサの火力頼みなところあるぞ、これ。能力値がどんどん上がるのはいいんだが、ほら、ふう、いや強、いや強、これ。ちょっと待って、どうした、急にそんなこと言われても私困るんですけど。やばそう、色味がもう生、うわー、どう考えてもやばいじゃん、これ。デスマシーンってそれ、どう考えてもやばいじゃないですかね、これね。一戦一戦全力でいかないと負ける可能性ある。稲村ウェーブするか。稲村ウェーブがこのぐらいどんぐらい効くかわからんけど、やべえ、勝てえ。やべえ、倒せねえ。やべえ、一匹も倒せない。これはまずい。ナイスブロッキング。ナイス。いや、ブロッキングの発動率よ、これ。ソウルも足りなくなってくる。でもそこそこ減らしたから、あとは通常攻撃でいけるのではないじゃろうか。よし、どんどん能力値が上がっていく。負けても悔しくないか。
殲滅しても悔しくない感はもうある。ふう、あと1体。オーバーソウルしすぎやって、お前それほんまに。時のフリーズ、マナ足りないけどいけっか。これミスか、ダメなのか。範囲走者やべえか、これ死んだか。うっひょー、うっひょーだな。これ一戦一戦が地獄のよう。レボリューション、自由戦闘にした方が良かったか。素直にこんだけ長期戦になるんだったら、こりゃまじいわ。ちょっとマナを10貯めて回復した方がいいんじゃないか。絶対完全に来るとこじゃなかったんだな、ここな。あ、なんか帰ってきたが、帰ってきたが、これあー、もういやいやいや、あんた戦いたくない、戦いたくない、戦いたくない。帰ってきたけど、ほか、あぶね、他に行く場所がねえんだな、これ。全員のソウルを2割ぐらい注げば力が戻るかも。注ぐ。で、注いだけども、注いだけども、なんか起こった。注いだ結果何か起こりました。これこの左側に来てんだ、どうにか。あー、アクションがないとダメなんじゃないのそれ。これあれ積んでません、もしかしたら、して、積んでません？これ。ループってるん。ループってるんですけど、これあれか、マップ移動で、お家帰れっていう話？素直に。あー、なるほど。レベルは上がった。けど。レベルは上がったけど、いや、とりあえずよ。さっきの場所は明らかに敵の強さがパなかったから、きっとまだ行くところではないんじゃろうな。という、思いを。胸にボス戦まで行きたいと思います。よーし、戻ってきたぞい。ということで行ってやってみよう、やってやろう。待ってたわ、こねこちゃん。分かってると思うけど、戦闘出て、あ、そっか、ボス戦はあれか。なるほどね、戦っちゃダメなやつだったんだな、これ。防御重視でひたすら防御でお願いします。盗むぐらいやりたいな、でもな。防御防御防御、盗む。ダイヤのエース、ロケット爆弾のレシピ。あ、おお、持ってかれてる。防御魔法、スーパーガードをつけてくれんのか、これ。素直にこういうパターンの時は。なかなかブロッキングが発動しませんな。オーバーソウルだから、この時だけ飛びのフレーズで潰しとこう。ああ、潰せないのか。先制打てばよかった、素直に。あー、おー、オーバーソウル素直に打てばよかった。ポピュラヒール、意外と防御しててもさ、火力がやべんだよな、これ。ふう、
防御だけしてりゃいいっていうのはまあ楽ではあるよね。ダークレイジ触手ギリギリ、めちゃくちゃギリギリ。これあ、おー持ってかれたけど生き返す。ナイスブロッキング。そろそろか。やったー、ふう。素直にスーパーガードをつけていけばブロック崩し。どうだった、弱肉強食の世界は。なんなのよあんたたち、何しに来たのよ。弱いなら弱いならしく逃げ回りなさいよ。強いなら強いらしく暴力を振るいなさいよ。君の信じていた暴力なんて全く意味がなかったね。いいから真面目に戦いなさいよ。君の好きな暴力とやらで何とかしてみたらどうだい。まあ何回やっても無駄だろうけど、もう嫌。しつこいなお前も。今日は聞きたいことがあってきたんだ。君が仕事で追っている自分食いのことだよ。僕の作ったマトリョーシカは人の脳を食いたがってる習性が自分食いとそっくりでしょ。危険だからどっちも防止世界7大迷惑と言われてるだけだ。偶然でもいいんだよ。自分食いのことって知ってることがあれば教えてほしいんだ。かぶっていた帽子が突然持ち主を食い始める。私が知ってるのはそれぐらいだ。それって持ち主は逃げられないの？帽子を持っている管理人の前ならわかるだろう。帽子と持ち主は一心同体だ。自分からは逃げられない。逃げられたら今頃お前の姉は元気だったらそうさ。別にジャニスが謝ることじゃないよ。お前の姉を救えなかったのは私たちプロバイダーの力不足だ。セーラ姉さんは運が悪かったんだ。だからこの話はもうおしまい。自分食いと戦う仕事なんて危ないからやめなさいよ。自分食いという魔物になるっていうことなのかい。それとも消滅しちゃうなら戦うっていう言い草はおかしいけどね。プロバイダーの仕事だからな。だからってあなたに万が一に会ったらみんな悲しむわよ。それでも私は戦う。つまり帽子は人ってことかな。帽子は帽子だと思うが、人を食らうってことは意志があるってことでしょ。デコイは世界を移動できないから帽子は人ってことにならないかな。じゃあついでに帽子も貸してくれないかな。いい加減にしろ。ジャニス戦もこれあれなのかな、ひたすら防御してろ系なのかな。でもさすがにそうはならないよな。ジャニスは戦うんだろうな普通に、と思ってるけんども、どうなんじゃろうか。弱肉強食って食べる側の理屈ですよね。確かに別の意味で食べちゃいたいってどういう意味なんでしょう。まだ早いかな君には。またそうやってショコラに話しかけて。ショコラ可愛い。あの砂漠にいた子はなんだか私と同じ匂いを感じるわね。そうやな、私も感じ取ったところよ。確信したわ、ジャニスってアホでしょ。リリーのソウル吸収は厄介。その一回負ける前提のアドバイス、まあありがたいっちゃありがたいけれども、なんか新しい、お、あれ、タカ、それぼったくりでしょう。私のレシピはいつもニコニコ良心価格あるよ。他のと差が大きすぎない？特注品はデザイン料金が加算される。何買おうとしてたんだい。何かを買おうとしてたのか。1個ベラボーに高いやつがあるってことか。言うほど1個ベラボーに高いやつがある感じでもないな。ランク8が出てきたか、すげえな。ランク8の剣が欲しいんだが。カラディーン、ランク8の剣まだ売ってないのこれ。ひー、竜の鱗が全然ない。ランク7すら作れへんわこれ。そうですか。何を買おうとしてたんだい。ヨコは何を買おうとしてたの。可愛い水着が欲しいらしい。ある、可愛い水着30万。それぼったくりでしょう。もっと安い水着はないの。こっちの水着なら10クリスタルでいい。ある、さっきとの差がありすぎでしょ。可愛い水着は高くて不人気の水着は安い。商売の基本あるね。それにしてもヨコはなんで水着を欲しがってたんだろう。情熱に乾く砂漠にある浜辺を見て泳ぎたくなったらしい。あそこで泳ぐのか。ヨコのために30万の水着を買ってあげるとよろしい。泳ぐだけなら10クリスタルの水着でいいでしょ。誠意を見せるあるよ。誠意はクリスタルじゃ買えないの。買おう。スクール水着。レシピだけじゃただの紙。ヨコにあげるならちゃんと材料を用意して制作するとよろしい。なるほどね。海水浴か。水着イベントですな。まあ高い。
眠れない眠れない眠れないとストーカーということで、ぐっすりと眠れると評判のホテルを調べる話。ホテルあったな、そういえば。ぐっすり眠れるって評判のホテルがある。その謎を調べてもらえないかしら。ホテルに行ってみればわかる。はーい、一箇所あったね、ホテルね。そういえばね、出場券これ手に入れたけど、行ってみるのもよかろうって。竜の鱗って売ってんな。192、買えんな。買えんです、買えるな、これな。いい加減これあれかな、上位の武器にしてあげたいところであるんだが、あとは消耗品、ちょっとライフカプセル作って、武器強化できない、防具強化、コットイナーが強化できる。武器制作でなんか新しいの増えてるっけか。ないか。防具製作でスクール水着。ああ、割と簡単に作れるやつ、これ。水ダメージを 20% 軽減ね。なるほどね。つうわけで今回はこの辺にしときましょうか。次回、水着イベントですかね。というところで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。